治の悪いものである、このことを言いたいんですね。政治的に見てもですね、もう二度と大統領になれないですね、オバマの政権とですね、それからもう二度と首相になれない菅首相の政権がですね、何を考えてるんだ。自分たちをどうにかしてですね救いたいから今バカなことをやってるんですね。オバマはですね、日本を食い物にして、それをアメリカ産業界と金融界に売っ払ってですね、そのことで彼はもう一度大統領になろうとしている。とんでもない。カーンはですね、もうダメだと思いながらも、いろんなところから圧力をかけられると、なんとなく自分の延命につながるんじゃないか。ただそれだけのことなんですね。昨日の国会答弁聞きましたか。あるですね、議員がですね、TPP は医療に関係するんでしょうかと聞いたら、TPP はこれから決めていくことなので私には答えられません。答えられないのをどうして日本人に押し付けようとするのか、私には全く分かりません。もう一つ非常に私は気になることがあります。それはですね、あたかも TPP は農業の、特にお米だけの問題だというふうに、まやかしの情報が流されている。ここにいらっしゃる人もそういう情報を読んでですね、ああ日本の農業ダメだから TPP やって一発、日本の農業を良くしようじゃないか、俺はそれは賛成だと思ってる人がいるかもしれない。とんでもない。日本の農業だけの問題じゃないんです。TPP、 私は菅総理と違いますから、今の TPP のですね、条文も多少は読みました。それは金融を含めた、投資を含めたサービス産業も全部開放するということなんです。いいですか。農業だけじゃないんですよ。特に怖いのは金融と投資なんです。ですからこれから何が起こるかというと、手短に言ってしまえばですね、まず郵政民営化の見直しなんかあっという間にぶっ飛んでしまいます。なぜか、アメリカは今も簡易保険の市場が欲しい。 AIG がですね、アメリカの巨大な保険会社がぶっ潰れたおかげでですね、なかなか日本の保険市場を席巻できなかった。それをもう一回やろうとしてきます。それから2番目にですね、医療を民営化する。医療を民営化してですね、アメリカの巨大な医療産業を送り込んできます。それからもう一つがですね、外弁という問題があります。外国の法律事務所が日本の法律事務所と同じ、何の差別もなく活躍できるように法律を変えろ。これも文句を言ってきます。必ずやってきます。皆さんこういう話を聞きますと、なんだそれじゃ年金改革要望書と同じじゃないか。違うんですね。年金改革要望書は要望に過ぎなかった。だからまだ戦いようがあったんです。今度は協定なんですね。国際法上の拘束力がつくんだ。そしたらますます日本は不利になるんですね。で、あまり話が長くなると申し訳ありませんので、もう一つだけ言っておきたいことがあります。農業、お米なのか。もちろんお米もそうです。他のものもみんな関係しています。皆さん、でも盲点は、最大の盲点は何だと思いますか。農地です。アメリカは農地と、それから最近の法律改正で可能になった農業法人を乗っ取りたいんです。私はこれをデタラメで言ってるんじゃないんですね。ちゃんとした事例があります。 NAFTA、 北太平洋自由貿易協定というものをカナダとアメリカとメキシコの間で結びました。最初にカナダの例だけを申し上げます。カナダは全くほとんどの分野でアメリカのカーギルとか ATM といった巨大アグリビジネスに乗っ取られてしまっています。カナダの農業輸出は確かに伸びたかもしれない。しかしカナダ人に落ちるお金は前より減っています。こ
今度の TPP でもこれが行われるかもしれない。もしですね、最近 TPP が出てきましたら雑誌などでですね、日本の農業は本当は強いんだ、技術力があるから景気よく打ち出そうじゃないか、輸出もやろうじゃないかと言っております。それがもし可能で日本の農業が本当に強いとすれば、で私も強い部分があると思います。そういう部分をアメリカの巨大アグリビジネスは乗っ取ることによって自分のものにしてしまおうとする可能性は非常に高いと思います。カナダ化される可能性が非常に強いんですね。どうだ、こういうことをマスコミは全く伝えていません。どうだ、こういう状態で TPP を賛成か反対かなんて言われてもですね、一体何の判断ができる。自民党のですね、石原伸晃さんが何て言ったかというと、自民党としても TPP に 何らかの判断を下さなければならないけれど、情報が少なくてわからない。そうです、実はわかるんですね。今までの事例、アメリカが何をやってきたかという事例を丹念に見ていけば、丹念に見なくても非常によくわかる。私たちはそういうアメリカが今までやってきたことに対して反対しなくちゃいけない。それからアメリカにいい団体として従ってきた日本政府、今の政権に反対しなくちゃいけない。敵を間違ってはダメだということなんです。後でまた詳しいことをお話したいと思いますが、最初はこの辺で、はい、非常にありがとうございました。それでは中野さんお願いします。はい、中野でございます。ご紹介で兄弟教授と言われましたけど、嬉しかったんですけど、助教、昔の助手でございますので、それだけ訂正させていただきまして、ちょっと京都で静かに暮らしてたんですけど、ちょっと TPP でひょんなことでこう巻き込まれまして、先ほどご紹介ありましたように、そのチャンネル桜の経済討論というのに騙されてですね、で、あんなネットで流れるって知らなかったん で出た上にですね、3次元目は有料なので見れませんと言われてたので、3次元目を見れないのかと思って、じゃ あの自由化されてないからいいかなと思ったら、いつの間に関税が撤廃されてですね、みんな見れるようになってて、だから TPP 反対だ、自由化反対だって言ったじゃないかというふうに思ってですね、ひどいなと。で、画面見てたら私が完全にですね、我を失って怒鳴り散らしてる姿があってですね、本当に多分おふくろが実家でご近所に謝りまくってるんだけど、どうしてくれるのか、ああいう姿って自分でも見たことはなくて、ああいうふうに素晴らしいわけねえだろ、ああいうふうにそのなんていうか我を忘れる姿のことを英語でトランスって言うんですよ。本当はですね、怒ってたんじゃないんですよ。そんなに私は西部先生の弟子の中では穏健派として知られてるでして、怒ったんじゃなくて、ちょっと出演者の方でその外圧がないと変わらないって言った人がいたので、気の毒になって外圧かけてただけで普通にそれだけの話だったんですね。で、今日はその長丁場ですし、そのいろいろその今東谷先生も西部先生もお話しされて、三橋さんもこの後私の後話されるので、その非常に中身が分かると思うんですが、その私はそのやっぱりちょっと西部先生や東谷先生がおっしゃったのと絡むんですけども、その細かい情報とかも大事なんですけども、なんかその気分で動いているもうそれ自体がもう危ないっていう、そのうさんくささというかですね、なんか そこが もっと言うと気に入らないんですね。で、 なんでそのこの前まで尖閣の問題でなんかどっちかというと上位っぽかったんですけど、急に今度は開国になって、でやっぱ恐ろしいのはその財界も政府もで、政府批判の好きなマスコミが、全マスコミがその五大新聞とテレビが賛成したっていう、この不気味さがですね、なんか非常に気持ちが悪いと。で、実際調べてみるともう本当
全然話にならないんですが、そこでそのやっぱり平成の開国っていう言葉でなんでこんなに簡単に乗っ取られるのかなと思うわけですね。それでやっぱり今日はその、チャンネル桜関係ということでやっぱり保守的な方々が集まっていると思うんですけど、そのそうするとやっぱり歴史の問題っていうのをやっぱり考えるわけですね。それでまあそういう意味じゃ産経新聞とかもそうですけど、過去 の, その大東亜戦争の歴史とかその南京の虐殺があったなかったかっていう、まあ、そういうことの歴史は随分その細かくおっしゃるし大切にしようとか随分調べまくるんですけども、だけど歴史ってその過去だけじゃなくてそのなんていうか私の子供とか孫とかがこの例えば50年後ですね、50年前のこの平成の開国って銘打たれたものをですね歴史の授業かなんかで勉強するわけですよ。で我々がその明治の開国幕末明治の開国の勉強とかするように50年後100年後って勉強するわけですね。で西部先生がおっしゃったようにこの20年間本当バカげたことをずっとやって、で平成の開国ってやるわけですね。どうやって教えるんだろうっていうのは本当に不思議で、それは過去の歴史に調べるとそれはいいことも悪いこともあったけど、やっぱりこう非常に一生懸命やってるわけですよね。だけどこんなちゃらけてるのをどうやって歴史で教えるのかなと。だって黒船じゃなくて泥船なんですよね。開国っていうけども売国でしょ。ところがもうなんか一心気取りで騎兵隊内閣っておっしゃるわけですよね。騎兵隊内閣って言うんだけどそんな面しねえ上位もしねえと、そういうなんか意外にしろとなんか冗談は吉田松陰っていうぐらいこういうふうな歴史を本当に教えていいのかなというようなことが、やっぱり気に入らないと思います。でそのこれはそのこの後いやいろいろなんか農業の問題だということが出てきたんですけど、これはその私と東谷さんとあと三橋さんの持論ですけど、これ農業だけの問題じゃないんですね。でそれはその多分この後の議論とかでおいおい出てくると思いますけど、農業の問題じゃないし、それからなんかよく中国包囲網がどうのとか日米同盟強化がどうのとかなんかね軍事問題とか国防と絡める人がいっぱいいるんですよね。だけどね関係ないんですよ。これも議論の中でいろいろ先生方いらっしゃるのでおいおい出てくると思いますけど全然関係ないです。もう国防とかねいくら言ったってアメリカに言わせればねそんなの関係ねえ、はい TPP ってねこういう感じだと思いますよ。そういった感じですので、私は今日はこんな感じでですね、チャンネル桜の経済討論でついてしまった間違ったイメージを払拭するためにせっかく与えられた機会を利用して喋りたいと思ってますので、皆さん誤解のないようよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。中野さん、かなりいい評判でした。ご自身は結構ね、いろいろお考えになっているんですけど、いろいろメールとかお世話になりますけど、本質をついた議論を、この反対派の皆さんもしていただいた、よく分かったっていう、ものが多かったですね。本当にありがとうございます。ということで、はい、それでは、三橋さん、よろしくお願いします。実は私最初にこの3文字 TPP というのを聞いて何のことかわからなかったんですよ。何のことかわからなかった。連盟さんその後に平成の開国っていうフレーズが出てきた時に来たなと思ったんですね。何が来たか皆さん2009年7月8月4文字熟語が連呼されたの覚えてます？政権交代ってことですね。でさらにその4年前今度は5文字かな、その5文字だけで解散して圧倒的に勝った市長さんがいらっしゃいますけど、その時に叫ばれた言葉が有志に言えか、これね、いやいいっすよ、フレーズとしてはいいです。まあその西根先生的に言えば絶対ダメっていうようなこう反なんですよね。いわゆる自由貿易主義とかね、新自由主義的には有志民営化ですよと。何が悪いんですかと言われると日本国民よくわからないから
ああ、いいね。ということで、投票しちゃいましたよね。で、その後政権交代。